皆さんこんにちは。今回の昭和一丁目一番地は昭和男子必見。誰もが憧れた衝撃の美しさ、昭和美人女優15選パート2です。昭和時代にはたくさんの美人女優が現れ、多くの男子の心を総ざらいにしていきましたね。そんな美人女優タレントの中から厳選して今回も15選の形でご紹介していきます。昔のいろんな懐かしい思い出も振り返っていきますので、ぜひチャンネル登録をして楽しんでください。では早速行ってみましょう。まずご紹介するのは銀幕のヒロインこと浅岡瑠璃子さんです。彼女はもともと満州の新疆市に生まれ、4人姉妹の次女として様々な人生経験も重ねてこられました。1940年7月の生まれで、1954年から芸能界活動を始められ、その後、数々の伝説を作り上げたスーパー女優として注目されました。主に活動分野は、映画と舞台とテレビドラマ、当時、東宝と日活のスターだった石原裕次郎さんらと共に、いろんな人気映画に出演され、早くもお茶の間の人気を獲得した日活の看板女優として、非常に多くの男性視聴者から愛されるアイドル的存在となったのです。特に初期頃の有名な映画で言えば、ギターを持った渡り鳥、愛の化石、青ざめた日曜日、また赤いハンカチや夕日の丘、夜霧よ今夜もありがとうなど、特に石原裕次郎さんと共演されたことが多く、彼女の人気はその美しさと愛らしさから心の恋人と呼ばれるほどの女優というよりアイドル的存在として、その存在感を銀幕に打ち立てたのです。そして特に1962年に放映された憎い安畜生では、それまでのやや幼いムードから脱皮するように大人の色気を持って視聴者を魅了するようになり、彼女のイメージはさらに大女優へとステップアップしていく大きな転機を迎えていきます。1967年に放映された映画戦争と人間では、さらに社会派女優としても活躍され、彼女は映画やドラマに出演するたび成長していき、実力派女優としてのステータスを見せつけるマドンナ的存在として多くの男子の心を一気に魅了したのです。後年においても太平洋一人ぼっち、栄光への5000キロ、6名間、博士の愛した数式などの軒並み出演され、男はつらいよシリーズではクラブ歌手のビリー役を見事に演じきるなど、マドンナとしての存在感をどんどん高めていきましたね。男はつらいよシリーズではマドンナ役で4回もの出演を果たされており、これはシリーズ最多とされています。性格は根子肌として知られていたようで、たくさんの後輩女優から慕われていたようです。若い当時からどこか妖艶な色気を漂わせていた彼女のその美貌、その美しさは清楚を併せ持つ魅力を発揮し、彼女のスナップ写真や水着写真などを見れば一目瞭然ですが、半世紀を超えてもファンの心を虜にするという非常に実力を尖らせていた女優さんでした。浅岡瑠璃子さんといえばどんな思い出がありますか？日活のヒロイン役、いろんな人気映画に出演されていたこと、男はつらいよシリーズでリリー役を演じ、その公演ぶりがどうしても心の中に宿り続けるなど、さまざまなエピソードと共にその思い出がよみがえってくるでしょうか。次にご紹介するのは、今でも若い頃の写真を見れば絶世の美女と歌われている加賀真理子さんのご紹介です。彼女は1943年の12月東京都神田区の生まれで、割と早くから芸能界デビューを果たした女優さんでした。その美しさと類まれな愛らしさは、まるで妖精を思わすような絶世の美貌で、デビュー当時から一気にその人気を上げたという、今や伝説の女優タレントとして歌われ続けていますね。1960年の高校在学時、彼女が通学するその姿を一目見て、当時映画監督をされていた篠田正弘さんと、歌人劇作家として有名だったあの寺山修司さんに見初められ、そのままスカウトされデビューを果たしたのです。そしてフジテレビ系ドラマの東京タワーは知っている、で女優としての第一歩を踏み、それから松竹と5年間の新人契約を交わした後で、当時
すでにスターとして人気を集めていた中尾明さんや山本陽子さんたちと共に人気映画にどんどん出演されていきました。でもそんな彼女はその美しさが逆に高クマ的ルックスとして非難される側面も持ち、さらに彼女の性格から歯に衣着せぬ無鉄砲な発言、また強気でもあったため、周りの多くの人たちからは生意気な娘としてレッテルを貼られ、そのエピソードがどんどん波紋を呼ぶことにもなっていきます。ですがそれをまた逆手に取り、彼女は自分のイメージキャラクターとして定着させ、そのレッテルを貼られた姿勢や性格を一切変えることなく、ますます生意気ぶりを周りにアピールしてゆき、それが自然に受け入れられるようにもなってゆき、加賀まりこさんという女優としてキャラクターを確立するに至ったわけです。一時休業、復帰を経てからも女優としての道をさらに力強く歩んでゆき、劇団四季の舞台にも出演され、特にオンディーヌではその公演ぶりが評判を呼び、連日大入りの大盛況となったとか。あのノーベル文学賞作家の川端康成さんも加賀さんのことを非常に気に入り、彼女の撮影所や劇場によく足を運び、一緒にご飯を食べたりすることもあったそうです。また1989年から放送された歌番組夜のヒットスタジオスーパーでは司会も務められ、その知名度はますます高まっていきました。今でもネットなどでググればすぐに彼女の若い頃を見ることもでき、そこでどれほどの美貌の持ち主だったか、新人に関わらずその美貌と愛らしさを持って一世風靡するほどのお茶の間人気、特に男子の心を魅了してきたか、そのことがおのずとわかることと思います。昭和時代、彼女のファンだった視聴者の方にとっては加賀まりこさんといえばどんな思い出が蘇ってくるでしょう。さて次のご紹介は、昭和の大女優として歌われ続けた原節子さん。彼女をご存知の方、またファンの方にとっては待ってましたと言わんばかりの嬉しさが込み上げてくることでしょう。彼女は1920年生まれで、戦前から戦後にかけ日本映画を代表する女優の一人として知られています。その清楚と可憐さから永遠の少女とも呼ばれており、彼女が出演した人気映画では晩春、東京物語、我が青春に悔いなし、そして青春ドラマ、映画の金字塔として知られるあの青い山脈で主役からキーパーソン的人物までを総なめにする形で演じてこられた、文字通りの伝説的な大女優として今でもその人気を博し続けています。1935年、彼女がまだわずか15歳の時に日活映画ためらうなかれはコードよでデビューを飾り、その翌年には高知山早春撮影中に見学に来ていたドイツのアーノルド・カンク監督に見初められ、その場で初の日独合作映画「新しき土」でヒロイン役を演じます。つまり彼女の演技力が目を見張るもので、国内外を問わず認められる。そんな彼女の実力として素晴らしいものがあったのでしょう。また当時はナチスドイツが猛威を振るう形で健在であり、その日独合作映画新しき土をあのアドルフ・ヒトラーをはじめナチ党幹部も見ていたようで、その彼らからの評価の上でも絶賛を受けたということでも、彼女の功績においては非常に有名なこと。さらに太平洋戦争真っ只中ということもあり、彼女が出演する映画は主に戦争をテーマにしたものが非常に多く、その中で清楚可憐な日本人女性特有のあり方、魅力を存分に演じ尽くし、一気に国民的アイドル、国民的ヒロインの座につくことになったのです。1964年に東京から神奈川県へと引っ越しされ、その後は余生を穏やかに過ごされたとのこと。彼女の伝説は今をもって変わらず語り継がれており、もうあんな魅力を持った女優さんはおそらく出ないだろうなど、彼女を知る往年のファンの方々、また芸能分野の特定サイトではずっとその評価が変わらないようです。さて次にご紹介しますのは、フランスと日本を横断する形での国際的女優としても知られていたあの野際陽子さん。1936年生まれの石川県富山県育ちで、彼女が22歳の時、1958年から芸能活動を開始され、女優、アナウンサー、司会者、歌手
ナレーターや声優などその活動分野をどんどん開拓していき、かなり早い時期から大女優の道を歩み始めた類いまれな才能の持ち主として知られていました。特技は英語とフランス語とされ、女優としてだけじゃなく一人の女性としてのキャリア、そのキャリアを培う実力がかなり高かったことも、彼女を知っている人ならおそらく多くの人がご存知でしょうか。立教大学を卒業された後、1958年に NHK のアナウンサーとして入局され、その後広告代理店へ転職するなど一般女性としても生活を続けてこられた彼女ですが、その後転機を設け、かなりスピーディーな形で女優への道を歩むことになっていきます。特に彼女の代表作として知られているのが、1968年4月から放送されたキーハンター。1979年に東京12チャンネルで放映されていたあの伝説のドラマザ・スーパーガールで、特にキーハンターは視聴率 30% 以上を記録したという伝説を残し、彼女の知名度が一気に広まるきっかけになったのです。そんな彼女の美しさは往年にも輝いていましたが、やはり若い頃の彼女を知っている方ならその当時の彼女の美しさ、可憐さ、その上でさらに輪をかけるようにオーラを醸すインテリジェンスな魅力とが一気によみがえってくることでしょう。次は坂口涼子さんのご紹介です。彼女は1955年、北海道与一郡の生まれで、15歳の時に堀越高校へ転校する形で上京し、1971年に開催されたミスセブンティーンコンテストで優勝を勝ち取りました。これがきっかけになり芸能界デビューを果たされ、翌年の1972年にはシングル曲憧れで歌手デビューも果たします。そしてフジテレビドラマの愛ちゃんが行くでは主演に抜擢されて、その時に本格的な女優デビューを果たされました。それ以降どんどん人気ドラマに出演されるようになり、1973年の人気ドラマサインは V で主役の江川由香を好演し、1975年からは倉本総監督の全略おふくろ様でかすみちゃん役を演じられるなど、すでに当時からアイドル的存在としてお茶の間に広く受け入れられていました。しかし彼女のその美貌はアイドル的存在だけでは収まらず、当時の男子ファンの心をわしづかみにし、その人気ぶりは絶大なものになっていましたね。天真爛漫で明るく誰からも愛されるその性格と人柄は今でも多くのファンの心を牛耳っており、彼女を思い出すたび昔のロマンスも一緒によみがえってくるという方が多いのではないでしょうか。彼女はドラマや映画でもよく主人公の恋人役を演じてこられたのもあり、彼女独特の存在感やそのパフォーマンスぶりが一緒にロマンスを引き連れてくるという印象が漂うのは当然かもしれませんね。坂口涼子さんへのあなたの思い出は一体どんなものだったでしょう。彼女は20歳の時と50代の時とを比べてみても、その美しさと可愛らしさがほとんど変わっていないというほど、本当に伝説の女優さんとしてファンのみならず多くの人の心に生き続けていますね。さて次にご紹介するのは栗原小牧さん。彼女は1945年東京都の出身で、1963年に東京バレエ学校を卒業されてから、わずかその4年後に幕末の動乱を描いた大河ドラマ三姉妹におゆき役で出演され、一気に脚光を浴びた実力派女優でした。なんと彼女はあの吉永小百合さんとその人気を二分したことでも有名で、小百合さんのファンが小百合ストと呼ばれていたのに対し、小牧さんのファンは小牧ストと呼ばれていたなど、それほど絶対的なアイドル性を持った人気を博し続けた素晴らしい女優さんです。特に彼女が出演された映画やドラマは社会派を歌ったものが多く、あるいは大河ドラマや時代劇また舞台を踏んだ作品が多かったようで、その点で日活の看板女優として長年活躍されていた小百合さんとは一線を画す存在として認められ、またそれが彼女独特の魅力にもなり多くのファンの心を勝ち取ったという経緯もありました。小牧さんはデビュー当時からはつらつとした女性の魅力を兼ね備え、恋人、悪女、キャリアウーマン、お姫様など
その演技の幅をいとも簡単に超えて公演されていくなど、確かな演技力を見せつける上、その愛らしさがさらに輝くという、ひとえにすごい女優さんでした。栗原小牧さんのファンの方はもちろんのこと、彼女をご存知の方なら思い出を振り返るとき、どんなエピソードがやってくるでしょう。次にご紹介しますのは、あの国民的女優として知られ、宝塚出身で数々の伝説的なエピソードを残された八千草薫さんです。彼女は1931年生まれの大阪育ちで、戦時中を駆け抜けながら憧れの宝塚音楽学校に入学され、その後演技の道に邁進していきます。彼女の場合もかなり早くから人気女優の道を歩み始めることになり、宝塚では清純派の娘役として活躍されながら、その当時ですでにグリジンやジャワの踊り子に出演するなど、演技の力を磨き続けていったのです。彼女のデビュー当時は西洋美人のような美しさが人気を呼び、お嫁さんにしたい女性ナンバーワンに選ばれるなど、その人柄がにじみ出ている。魅力も彼女の女優としての土台を培ったもの。ドラマでは夕日が丘3号館や季節が変わる日、女の言い分、私の可愛い人など、どれも人気の分野で活躍し続け、映画では宮本武蔵やくじけないで、そして男はつらいよシリーズでも虎次郎夢枕でヒロイン役を演じられるなど、他にも無数ほど多くのドラマ映画に出演されてきました。まさに塩らしい日本人特有の美しさを兼ね備え、和服美人としても有名だった彼女の存在感は、今でも多くの男性の心を牛耳るとともに、その思い出の花として生き続けていることでしょう。さて次にご紹介するのは松坂慶子さんです。松坂慶子さんは1952年生まれの東京都出身で、女優、歌手、司会者、タレントとして多くの分野で活躍されていますね。歌手としては1979年にリリースされた愛の水中歌が爆発的ヒットを生み、その後どんどん映画やドラマに出演され、女優さんでありながらアイドル的人気を誇り続けた、とても可愛らしい人でしたね。日本人特有の美形でもありながら、どこか西洋風を漂わせる美しさもあり、ややつかみどころのない魅力とその美貌が、彼女独特のオーラを携えていたようでもあります。特に1982年に放映された蒲田行進曲で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、キネマ旬報主演女優賞、毎日映画コンクール主演女優賞などを総なめにする形で受賞され、彼女の実力派女優としての確かな演技力は、日本だけでなく海外からも注目されるほど大きな土台を用意することになりました。永遠の恋人的存在としても彼女は人気を博し、美しいというより可愛らしい彼女の存在感は、今をもって多くの人の心を魅了し続けているのでしょう。さて次にご紹介するのは大場久美子さん。彼女は1960年生まれの埼玉県育ちで、堀越高校を卒業してからすぐアイドルとして活躍されてゆき、その可愛らしさと美貌は全国ほとんどの男子の心を虜にしましたね。そんな彼女の代表作はやはり何といっても特撮ドラマのコメットさんで、その主役を演じ続けてこられた彼女の魅力は、子供から青年までの注目を一気に勝ち取ります。また女優業だけでなく、心理カウンセラーや認知行動療法士、フットリフレクソロジーストなどの資格も取得され、福祉分野でも多くの人たちのために活動されているようです。女優でありながらまさにアイドル的存在だった彼女の思い出は、皆さんの中でどのように彩られ、良い思い出になっているでしょう。次のご紹介は、時代劇に常連出演されていたことでも有名な由美かおるさん。彼女は1950年生まれの京都府育ちで、それからすぐ兵庫県に移り住みますが、高校生の時1966年に上京し、映画「夜のバラを消せ」で早くも女優デビューを飾りました。それからは主にヒューマンドラマやバラエティテイストを取り入れたいろんな映画に出演されて、そして1986年にはの人気時代劇「水戸黄門」にレギュラー出演されるようになり、この頃から彼女、時代劇といった印象が多くの視聴者から持たれたようです。
なんといっても彼女のすごいところは、若い時からずっと体型が変わらない、その美貌も保ち続けている。ということで、どうしたらあんなに美しくなれるのと、特に女性からの人気がすごいところも彼女の大きな魅力と言ってよいでしょう。水戸黄門は国民的な番組でもあり、その点で彼女をご存知の方は非常に多いことでしょうか。あなたの由美かおるさんの思い出はどんなものがありますか。次は沢口靖子さんのご紹介です。彼女は1965年生まれの大阪育ちで、1984年に開催された第1回東方シンデレラで3万1653人の中から見事グランプリを勝ち取り、それがきっかけとなり芸能界デビューを果たしたというすごい経歴の持ち主です。そして同年1984年に放映された映画刑事物語3潮騒の歌で女優デビューを飾り、その後どんどん人気映画ドラマに出演されていくようになりました。特に最近のドラマでは1999年にスタートした科捜研の女が有名でしょうか。彼女のすごいところはアイドル的な魅力を携えながらも、その演技力が抜群の点で、彼女が出演するドラマや映画は必ず人気を呼ぶと言われるほどの誰もが認める実力者。とにかく輝くほどの美貌と愛らしさを持ち、その魅力は小学生の時から早くも発揮されていたようで、小学校時代に彼女のクラス担任だった先生も同じようにして光り輝いていたとその印象を語られていたようです。次のご紹介は女優歌手タレントとして今でも幅広く活躍されているあの吹雪純さん。最近では柴田恭兵さんとも共演されたことで再注目されている彼女ですが、1952年に富山県で生まれた後、1973年に初代ユニチカマスコットガールに選ばれ、それが大きなきっかけとなり、翌年には愛が始まる時で歌手デビューを果たされました。そのデビュー直後から一気に人気が爆発し、彼女の愛らしすぎる雰囲気はお茶の間人気も一気に上げて、一躍スターの座にたどり着くという類まれなる経験の持ち主でもあります。1978年に時枝役で鎌田敏夫シリーズの十字路に出演され、女優デビューも果たされ、その後は阿修羅のごとく腕に覚えあり、また連続テレビ小説のひまわり、本間門、朝が来た、半分青いなど人気ドラマに次々出演されて、その人気は不動のものに、美しい上にキュートな彼女の表情は当時本当に多くの男性の心を魅了しましたね。さて次にご紹介しますのはアイドル歌手女優としてその人気を独り占めにしていた岡田奈々さんです。彼女は岐阜県の出身で、高校在籍時に道を歩いていたところキャンペーンスタッフからスカウトされて、それがきっかけとなり芸能界デビューを果たすことになります。そしてオーディション番組あなたをスターにで第2回チャンピオンを勝ち取り、わずか16歳でシングル曲独り言がリリースされ歌手デビューを果たします。彼女のエピソードから言えば、やはり CM によく出演されていたことで、エメローシャンプーやポッキーの初代 CM がある、またフジフィルムやメナード化粧品などの CM にも軒並み出演されて、その美しさと可愛らしさをテレビ画面いっぱいに映し出してくれていました。まさに清純派アイドルのネーミングがぴったりな彼女の印象は、青年少年男子の心だけじゃなく少年の心まで射止めるようなストレートな魅力でもありましたね。さて次は極道の妻たちシリーズで人気を博された岩下志麻さんのご紹介。彼女は1941年生まれの東京育ちで、彼女が17歳の頃、1958年の NHK ドラマ「バス通り裏」で主演を務められた東家幸男さんの友人役として出演され、これが女優としてデビューを飾ることになり、その後、さんまの味、知恵胡椒、そして1986年から放送が開始された極道の妻たちシリーズへと続く、彼女独自の女優人生を彩っていくことになりました。そんな彼女のイメージとしては、やはり極道の妻たちシリーズに主役で出演されていたことから、どうしても怖い気の強そうな人という印象が先立つかもしれません。そして次にご紹介するのは
国民的美人女優としても有名だったあの大原麗子さんです。彼女は1946年生まれの東京育ちで、1964年にテレビドラマ幸福支店で女優デビューを果たされ、それから東映に入社した後、次々に人気作品、ヒット作品に主役級で出演されてゆき、一気に全国からの人気を集めた今でも伝説的な美人女優として人気を博し続けています。しっとりとした日本的美人像というものが彼女の大きな印象として認められるようになり、一般人だけでなく芸能界にも彼女のファンが無数にいたとされるほど、彼女独自のマドンナ的存在ぶりは本当に凄まじいものがありましたね。男はつらいよシリーズではマドンナ役を二度務められ、女優業の傍らバラエティ番組 CM の出演にも後年大きく幅を広げてゆき、彼女の人気は本当にデビュー当時から衰えることなくずっと維持されてきたという奇跡的な路線をたどってきたことも彼女の大きな魅力として挙げられるでしょう。ドラマではごちそうさんや陽炎の家、例えば愛や大河ドラマで一躍有名になった春日局など、彼女の魅力が十分に伝わる傑作が軒並み名を連ねます。当時彼女のファンだった皆さんにとっては、彼女の思い出が今どのように花を咲かせ、その心の糧になっているのでしょうか。いかがでしたでしょうか。少しでも皆さんのお役に立つことができれば幸いです。まだパート1をご覧になっていない方はそちらもチェックしてみてください。チャンネル登録高評価もお願いします。これからも視聴者の皆さんに役立つ情報をどんどんお届けしていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。